こんにちは、伊集院ゼロです。今回は現時点で分かっている情報からニーロの使い方や装備、パーティーの考察を行っていきたいと思います。考察に入る前にまずは育成素材の紹介だけしてしまいます。突破素材はパティサラ、キノコン、そしてドレイクですね。パティサラはテイワットマップによると1ワールドで全68個あるようです。特にバナラーナではたくさん咲いていますが、夢の世界だと生えていないので現実に戻しておくようにしましょう。そして添付素材は水曜日、土曜日に取れる素材となります。添付レベルをすべて8まで上げようと思うと、緑が9、青が63、紫が30必要になります。まあ、ニーロの場合通常添付が必要かどうかわからないですが、これぐらい確保できておくと安心ですね。それでは本題に戻ってニーロの特徴からお話しします。まず一つ目の特徴は、水と草パーティーで組んだ場合、開花反応が豊穣の核というものに変化します。でこれは水と草が1人ずついればいいというわけではなく、必ず4人のパーティーが水か草だけで構成されている必要があります。基本的な仕様は開花に似ていますが、いくつか違う点もあります。でまずダメージに関しては開花と同じです。レベル90熟知0で2600ダメージ与えることができますね。ただ開花に比べて種ができてから爆発するまでの時間がかなり早くなっています。また範囲も普通の開花に比べて少し広めになっています。でそれ以外は基本的に開花の仕様と一緒ですね。一度に与えられるダメージは2回分までとなっていて、再度豊穣の核のダメージを与えるまで 0.5 秒のクールタイムがあります。そして豊穣の核は起こしたキャラクターの元素熟知を参照するので、誰が最終的に豊穣の核を起こしやすいかというのは把握しておく必要があります。そのキャラクターに元素熟知を盛れば盛るほど豊穣の核のダメージは上がっていくんですが、残念ながら豊穣の核は開花と同じで、爆発した際 5% 分のダメージを自分にも受けてしまいます。一応元素熟知を盛る以外にも豊穣の核のダメージを上げる方法はあり、それは森林4セットなどの草耐性ダウンになります。この草耐性ダウンによって伸びたダメージ分は自分の受傷ダメージには影響しないので、効果的かつ安全に豊穣の核のダメージを伸ばすことができます。実際に今開催中のイベント100人1期で先行して豊穣の核の効果を使えたので使ってみたんですが、まあ連続して起こすとやはり受傷のダメージはめちゃくちゃ痛かったです。例えば元素熟知が800ぐらいのキャラクターが開花を起こした場合、受傷ダメージは一発につき700ぐらいになるので、ヒーラーかシールドキャラがいないとすぐにキャラクターがやられてしまいますが、現状水キャラにも草キャラにもシールドを使えるキャラクターはいないので、回復キャラのバーバラやココミは必須になりそうです。そして2つ目の特徴ですが、ニーロは元素スキルを発動後通常攻撃を行うか再度スキルを使うことで異なる効果が付与されます。もしスキルを発動した後に通常攻撃を3段まで打つことで、ニーロに一定時間水元素が付与され、また3段目の攻撃が強化されます。一方でスキルを使った後に再度スキルを使うことで、継続的な水元素を敵に付着する効果を一定時間獲得するようになります。簡単な特徴説明は以上で、ここからはもう少し詳しく現時点で分かっている情報の説明と、それに関する考察を話していきます。まずは元素スキルですが、まあ、今先ほど話した通り、元素スキルを発動した時にピルエット状態というものに変化し、通常攻撃もしくはスキルがそれぞれ剣舞もしくは旋舞のステップに変化します。もし剣舞のステップ、まあ、通常攻撃の方ですねを使った場合は剣舞のステップの効果時間が延長されます。まあ、つまりニーローが水元素のアタッカーとして少し戦えるということですね。そしてもう片方の旋舞のステップを行った場合は、敵に1回水元素ダメージを与えた後、継続的な水元素を付着する効果を獲得します。まあ、見た感じこの付着にはダメージはないんですが、まあ、おそらくキャラを切り替えてもこの効果は継続し、主に豊穣の核を生成するために使っていくことになりそうです。そして剣舞もしくは旋舞の3段目のステップが完了した後に、30秒間パーティー全体に開花の代わりに豊穣の核を生成し、また草元素攻撃を受けた時に10秒間元素熟知がプラス100される効果を付与します。まあ、この草元素攻撃を被弾時というのは豊穣の核の受傷ダメージのことになりますね。そして最後にスキルによる攻撃は全て HP 上限が参照されるようになっています。今話した性能の詳細から考えられることをいくつかお話ししていきます。まずはニーロは攻撃力が一切不要のキャラになりそうですね。まあ、もし水元素を重視するのであれば HP と回心を上げ、豊穣核のダメージを重視するなら元素熟知をひたすら持っていくということになりそうです。そしてスキルの使い方としてニーロをアタッカーで使いたい場合は剣舞のステップ、豊穣核の発動役として使いたいなら旋舞のステップを使っていくことになりそうです。
そして最後に旋舞のステップを使う場合はニーロを表に出していてもやることがなくなると思うので、まあ、基本的に他の水キャラや草キャラで戦うことになると思います。続いてはこれまで話に出てこなかった元素爆発について触れていきます。で、元素爆発は HP 上限を参照とする範囲単発攻撃になります。まあ、そして爆発が命中した後一定時間後に追加の水攻撃が発動という感じですね。まあ、モナの元素爆発に近いものがあります。ただモナの場合は敵を拘束することができたりダメージバフが増えたり、まあ、いろんなバフがありましたけども、ニーロの場合は今のところおそらく何もありません。まあ、もしかすると命の星座だったり固有テンプで何か追加効果があるかもしれないですが、今のところはまあそこまで大事な技でもないのかなという気がしています。この後は装備考察、パーティー考察に入っていくんですが、その前にニーロを使う上で知っておきたい開花の仕様について簡単に説明します。開花反応は草元素がついている状態で水元素を当てるか、もしくはその逆で水元素がついている状態で草元素を当てるかで発動しますが、どちらの元素が先についているかで少し仕様が変わってきます。もし先に草元素を当てていて水元素で開花を起こす場合から見ていきますが、この場合は開花反応を起こした後基本的に敵に草元素が残っている状態になります。考え的には炎元素による蒸発攻撃と同じです。蒸発も水がついている状態で炎で攻撃すれば水が残っているので炎で連続で蒸発を起こしやすいですよね。草元素指導の開花も同じで、水元素をつけたとしても草元素が残るのである程度連続して開花を起こしやすくなっています。一方で水元素から開花を起こした場合については基本的に敵には何の元素も付着していない状態になります。これについては水元素による蒸発の攻撃と同じ考え方ですね。この元素がついている状態の敵に水元素で攻撃すると蒸発が起きますが、その後何の元素もついていないことが多いと思います。つまりまた最初から敵に水元素や草元素をつけて開花をしなくちゃいけなくなるということですね。なのでこの仕様上、まあ、パーティーによりますけども基本的に草元素が敵に残りやすくなり、水元素側で開花を起こす頻度が多くなりやすくなります。まあ、蒸発と違って炎だと 1.5 倍、水だと2倍みたいな違いは全くないので、いかに元素熟知が高いキャラクターが開花を起こすことができるかが鍵になっていきます。それでは改めて装備考察に移ります。まずは星4武器から見ていきます。星4武器は4つ選択肢があると思っています。まず1つ目は鉄砲の差しになります。でこの武器は単装武器なので無課金の方でもお手軽に作れますし、武器オプションの元素熟知によって砲上の核のダメージを上げることができます。また武器効果も簡単に発動できて、ニーロの水元素ダメージも少し上げることができますね。それで一応注意点というか知っておくべきこととしては、砲上の核のダメージは武器効果のようなダメージバフは火力に影響はありません。続いて同じ単装武器の原木刀になります。この武器も単装武器なのでお手軽に作れますし、草元素反応を起こすと有識の葉というものを生成し、それを拾ったキャラクターに対し元素熟知のバフをすることもできます。ニーロ自身の元素熟知を上げたり、他のキャラクターの元素熟知を上げたり、パーティーによって誰に元素熟知を盛るかは決めるといいでしょう。ただこの武器はオプションが元素チャージ効率になっていますが、まあ、ニーロに元素チャージ効率が必要かどうかというのはちょっと怪しいです。3つ目は祭礼の剣ですね。祭礼の剣は元素スキルでダメージを与えた時、一定確率でスキルのクールタイムのリセットがされるものですね。まあ、これによって例えばニーロのスキルクールタイムが長かったとしても、旋舞のステップの水管を維持しやすかったり、もしくは剣舞のステップの時間を長く使うことができたりもします。ただもしニーロのスキルのクールタイムが短かった場合は、あんまりこのリセットの恩恵が薄かったり、現茶効率がメインオプションになっていますが、これがニーロに必要なのかどうかというのは相変わらず怪しいですが、それよりも基礎攻撃力の方がニーロにとってはいらないと思うので、まあ、その点は祭礼の剣は相性がいいと言えると思います。そして最後にニーロと一緒に実装されるサイフォスの月明かりですね。でこの武器はまだ基礎攻撃力やメインオプションが分かってはいないんですが、武器効果としては装備キャラの元素熟知1につきチャージ効率が上がり、さらに上がった 30% 分味方のチャージ効率もアップさせるというものです。もしこれをニーロに装備すれば元素熟知をたくさん持って包丁の核のダメージを上げながら味方の元素チャージ効率のサポートもできますし、爆発が重めになっている草旅人とも組みやすくなります。でこの武器のオプションはまだわからないですが、同じシリーズのマカエラを見る限り多分元素チャージ効率か元素熟知がオプションに来ると思うので、まあ、ニーロにとって不要なものにはなりにくそうです。続いて星5武器ですね。で星5武器はモチーフ武器の聖剣の鍵
がやはり一番相性がいいのかなと思います。でこの武器はまだオプションは分かっていないですが、武器効果は HP 上限が増え、さらに元素スキル命中時に HP 上限の一定分元素熟知が上がり、まあ、さらに3層重ねた時は味方の元素熟知も上げるというものですね。この武器を持てばニーローに HP を盛るだけで元素熟知も上がるので、宝珠の核のダメージとステップのダメージを両立することができますし、パーティーに元素熟知を配ることでパーティーが宝珠の核を出してもダメージが出しやすくなるので、まあ、かなり相性がいい武器となってます。逆に他の星5武器の選択肢があまりなくてですね、まあ、一応バンガン結録はありかなと思っています。でこの武器は回心率がたくさん漏れて、武器効果で HP 上限が上がり、さらに HP 上限の一定数分攻撃力がアップするというものですね。もしニーロを剣舞のステップでアタッカー型として使いたい場合は、この武器を持ってガンガン回心を上げたり水元素バフを積むといいのかなと思いますが、まあ、残念ながら攻撃力は一切ニーロに関係なくなるので、まあ、その効果が腐ってしまうのがちょっと惜しいですね。まあ、ただこの聖剣の鍵もバンガン結録も今回の武器ガチャで両方ピックアップになっているので、どちらが出てもニーローに持たせやすいというのはいいですね。続いて生物の選択肢についてですが、生物セットはあまりニーローにぴったり当てはまる4セット効果がなさそうなので、まあ、基本的に相性が良さそうな2セットで組んでいくといいのかなという気がしています。例えば金メッキに楽弾2セットを使って元素熟知を底上げして、宝珠の核のダメージを重視するビルドだったり、洗顔2セットプラス元素熟知プラス80でHP と熟知を両立できるモチーフ武器向けのビルドだったり、もしくは沈輪2セットプラス何かで水元素ダメージを重視するビルドもあると思います。もし剣舞のステップが通常扱いになるのであれば沈輪4セットもありかなと思っています。そして生物オプションですが、アタッカーで使うなら HP% の砂時計、水元素の杯、回心の冠は必須だと思います。まあ、ただ基本的な使い方としてはおそらくサポーターもしくは熟知型になるかなと思っているので、HP パーセントや元素熟知の砂時計、杯、冠を持っておくと使い道が出てくるかもしれないので取っておきましょう。最後にパーティー考察となりますが、今回は2つのパーティーを考えてみました。まず1つ目はニーロ、ココミ、草旅人、コレイのバランス型パーティーですね。基本的にはココミのクラゲによって宝珠の核の受傷ダメージを相殺しつつ、さらに元素熟知を持っておいて宝珠核ダメージを出すといった形ですね。この場合はココミのクラゲによる宝珠核ダメージをたくさん出すことができると思うので、ニーロには必ずしも元素熟知を盛る必要はなく、 HP や回心を重視して水ダメージを与えるといったこともできそうです。またパーティー編成が水に草にとなっているので、水共鳴草共鳴両方が発動しますし、どちらの効果もニーロと相性が良くなっています。ちなみに宝珠の核のダメージを少しでも上げるために、誰かには必ず森林4セットを装備させておきましょう。でこのパーティーの欠点としては、コレイが2凸未満の場合は草元素の供給が若干不安になります。またコレイが2凸していたとしても、草旅人やコレイの元素爆発が回らないとだんだん宝珠の核を作れなくなってしまって火力不足に陥ってしまうので注意が必要です。そしてもう一つのパーティーはココミを持っていない場合の代わりとしてバーバラを採用したパターンになります。この編成の立ち回りとしては、ニーローで旋舞のステップで水管を発生させて控えに移し、バーバラを表で戦わせることで宝珠核を効率的に作っていくことになります。もし草旅人やコレイの元素爆発の周りに不安があるなら、バーバラにセピロスを持たせて回転率を上げるといった戦い方もありだと思います。でこちらのパーティーの欠点も基本的にココミを入れている編成と変わらないんですが、こちらのパーティーの方がより宝珠核のダメージに依存していることになるので、敵がばらけていたり離れていたりして宝珠核のダメージを与えられないと前線火力が出なくなってしまうので、その点は注意が必要になりそうです。以上、事前情報からのニーローの考察でした。まだ命の精査だったり固有添付が全て明かされていないので、また実装されたら改めてニーローの解説は出していきますが、まあ、現時点で分かっている情報からでも結構ユニークで面白そうなキャラだなと思っています。イベントで宝珠の核を使った限りでは結構強そうでしたし、実装が待ち遠しいですね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。